はい、今日はですね、デイキャンプに来ました。今からタープを立てていこうと思います。今日はこんな感じに貼ってみました。はい、今日は、この煎茶をですね、鍋でですね、煎じて、飲んでみようと思います。そのままでも美味しいんですけども、これで煎ることによってですね、ほうじ茶にしようと思います。秋なんでサンマを焼いていこうと思うんですけども、このピコグリルで焼くときにどうやって焼こうかなって考えまして、で今日はピコグリルに付属しているこの串で焼いていこうと思います。今さっき洗ってきたんで、これを今からサンマに刺していこうと思います。はい、こんな感じでできました。このままだと回転、このサンマが回転するんで、ここにこう串を入れたいと思います。はい、こんな感じです。はい、これで塩していきます。でこちらのピコグリルで焼くんですけど、こうやって網の上に焼いてもいいんですけど、ちょっとくっつくん でこの上にこう宙に浮いた状態で焼こうと思います。でいろいろちょっと考えたんですけど、横にするには串をですね、こう横にこうかけてですね、あとこっちにも欲しいんですよね。でこっちは何にするかって言ったら、こういう網、何でもいいんですけど、網をちょっとこうかけて、それでこうやって横にかけれると。これ火加減はもう本当にもう置き火で、ちょっと火が強いですけど置き火で焼かないとすぐ焦げちゃうんで、こんな感じです。はい、裏返してみます。サンマ、これもできるんですけど、最悪ここもできなくはないですね。これでもいいかもしれませんね。ちょっと火がちょっとまあムラができるんですけど、まあこちらでも焼けますね。この横の方がこう下の炭がこう横になってるんで、均一に火が入りますね。まあどちらでもこう移動しながら焼いてみたらいいと思います。さあ、そろそろサンマが焼けたんじゃないでしょうか。いきます。3、2、1。それでは今から食べていこうと思います。はい、ようやく焼き上がりました。サンマを食べていきます。今日はですね、なんと醤油を忘れました。なんでもうこのまま塩味でいっちゃいます。うまい。先ほど作ったですねほうじ茶を飲んでいこうと思います。豪快にサンマを1本いきます。ドスンとでほうじ茶をドスーッと。うまっ。うまっ。サンマのいい出汁が出てます。あー美味しかった。よし、そろそろ今日はもう片付けて帰ろうと思います。ご視聴していただきありがとうございます。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。